さっす新カメラマン入りましたね、ついに。いや、じゃあ喋ってくださいよ。よろしくお願いします。当てんじゃん、これ。C じゃないですよ。やっぱプロだもんね、プロだもんね。もうプロの、あれが言ったんですね。もうある有名な人たちの本物カメラマン。そうですね。ちょっとびっくりしました。僕聞いた時やばいもんね。サイン持ってきてくださいって言ったもん。あ、調子です。ヤフオクで売るからって。ですね。喋ってください、喋ってください。さすがか。さすが。もう初級病ですね。絶対喋ったからですもんね。本当の時は。どうですか、楽しいですか、もう動画も見てますか。見てますね。ああ、そうですか。もうこのコンビが合わさるとちょっと、はい、面白いです。面白いです。で、今日は何やられますか。今日は、うん、下塗り終わったんで、はい、次から中塗りに行くんですけど、はい、中塗り行く前に、はい、まあ、ちょっとローラーで入らんところを、はいはい、ハケ取りをしてきます、はい、あ、で、要はローラーで転がして入らんっちゅうのは、これ細かいところですね、はい、入れてもいいんですけど、はい、ローラーでドンっていくと、はいはいはい、くぐっちゃうんで、はい、でローラーだけじゃ入りきらんし、こうやってなんで養生しとるもんね、ローラービャッと転がしないやん。あんまり良くないんですよね。なんで力が強く入りすぎちゃうんで、うん、くぐっちゃうんですよ、こういう隙間とか。あー、そういうことね、はい、要はここの中に 入って結局取った時に養生を、はい、塗料が入っちゃってるっていうことが もったいないですよね。せっかく紙テープも貼ってるんで、貼ってあるのに、はい、ってことですね。はい、はい、やってみましょう。はい、で、いつも、くぐってんですね、このボール今検閲塗ってあるんですけど、パワハラがもう、はい、大丈夫です。始まってますよ。大丈夫ですか、これ。大丈夫です。これでも大体やってるじゃないですか。大体カットされてますから。このご時世、大体カットされてますから。なんですけど、はい、で、まあ、いつもだと紙テープ貼るんですよ、うんうんうん、ラインにまっすぐ出すために、はいはいはい、ビーなんて言うんですけど、うん、まあ、ちょっと今回は、うん、ちょっと密着あんまり良くなかったんで、うんうん、紙テープちょっと強くて、いや、上は検閲っていうの起点用の材料だから、こっち側を塗るでしょ、壁側を塗るのに、はい、向こうに紙テープ貼るとか、ね、そうです、はい、まっすぐラインに出して、あ、そういうことね、はい、と、竹で塗っています、はい、うん、はい、で、コツなんですけど、うん、水性のハケって、うん、ちょっと溶剤のハケと違って、これ水性の、水性ハケだ、はい、ナイロンでできてるんですよね、うん、で、なおかつその水性の塗料は結構厚みがあるんで、うんうん、液体自体に、はい、いきなりこうやって線引こうとすると、うん、ハケをこうやって送るんですよ、こうやって、うん、結構出てますよね、塗料が。ああ、そうですね。天の声いい。出てますよね。ああ、よくわかります、ね。ニュムーみたいな感じでね。厚みがあるんですよ、うん、なんで、まあ、僕らやるとき、まあ、うん、人それぞれですけど、うん、ちょっと線引くところの下でちょっと伸ばすんですよ。うん、そうするとこの材料減るじゃないですか。うん、で、減ったらその毛先も細くなるんで、そのタイミングで。毛先が細くなるっていうのは、材料はネタがそんなについてないってことね。そうですね。専門用語だね。はい。するともこうやってまっすぐ引けます。もう一回そのスタートがすごいね、やっぱり最初に入っていく時があって、そうやってギュッて押しつぶして、そうですね、跳ね出すみたいな感じだ。この要は角出すみたいな感じだね。そうです、毛先を送るんですよ。送るんだよ、はい、ギュッて で押すと毛先が出るんで、出てくるもんで、はい、本当にカタツムリみたいなね。本当そんな感じだね。ちょっと違いました。これカットどうですか。使いどころですか。払ってもらいましたね。誰撮影しようか言いますよ。カットしてください。誰撮ってるカメラのか言っちゃいますよ。はい、ではそんな感じで。カメラも叩いてますよ。そこ勢いよく振ってるのか言うけどね。はっとか言って。こうやって毛先を。カタツムリみたいな。そうです、カタツムリみたいな。もう絶対使ってもらうためにね。何でもカタツムリって言ったの。送っていきます。あー、ずーっとね。あ、綺麗ですね、やっぱり。さすがですよね。ボコボコなんで、まあ、そこがもう本当プロの仕事。そうですね。本当にもうローラーなんかもう誰でもいけちゃうんだよね、究極はね。はい、だけどこうやってハケのところっていうのはやっぱ職人と全然違うね、やっぱ一般と。俺らがやっても全然ダメですもん。なんでもう本当固定してしまえば、はい、早く動かしても。そういうことですね。はい、大丈夫です、全然。なるほど。あとはこういうところですね、うんうん、まあ、ローラーでグリグリやると入ってっちゃうんで、うんうんうん、これ毛先です。今ちょっと案外入ってっちゃったね。これでも全然俺そういう人と違う動きだった。全然大丈夫。そういう人と違う動きを。これも本当に全然入っちゃう。まあちょっとやるときにちょっと押さえてあげた方がいい。それでローラーじゃない方がいいの。そんでもローラーじゃ入らんの。入っちゃうの。ローラーだと結構入っちゃう。へぇ、検証今度しますか。ちょっとあ、面白いね。ローラーでグッてやる。そう、やりたいね。面白いね。はい、
もうこれだけで全然違うんで、まあ、ちょっと面倒ですけど、ローラーでいいのがやっぱ楽ですけど、うん、もう全然早いもんね、ローラーはもう全然違いますね、全然違う、はい、ほんとスピードが、これ本当にだって全部建物はけてるんですから相当な時間じゃないですか、そうです、もうその吸い込む量が違うんで、そうだよね、毛がこんだけしかないです、うん、ってことはここに塗料こんだけしか、うん、そうだよね、入らないんで、うん、ローラーだといっぱい入る、ローラーこんだけのもん全部やっとったら大変だよね、そうですね、あーでもこう、はい、こっちももうはけていっちゃうんだ、じゃあそうですね、うん、もう養生ごと、まあ、養生しっかりしといたら、はい、もうそれ、はい、まあ、仕上げになってくるってことでしょ、究極は、そうですね、まあ、もう一発入れるけど、もう一発入れますね、うん、仕上げになってくるもんで、要はもうそのままもう、ね、起点はもう完成しろってことだね、もう完成してます、検閲で2回、そういうことだよね、はい、うん、してます、で、まあ、あとハゲで拾っていくんだ、はい、へー、こういうところもやってあげると、うん、いいですね、なるほど、はい、まあ、こういうところが手間食うよってことだね、まあ、ローラーだけ転がしとるとあんたたち1日で終わったでしょとか結構言われるけど、まあ、養生とこういうハケのところがまあかかるよってことですよね、ローラーだけだったら本当早い僕のところだけあれ反応して俺の形も超反応しとったじゃないですかそのコメント僕言いたかったんですよ、先に言われちゃって、はい、あ、そういうことですねまさか俺と関西が同じかってそういうことだね、思ってましたねえだろ、まあ、さすがにまだカメラマンさん叩けんでさ、まあ、叩いてたんですよ、叩いてました、どん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 ウェルカムでですか、はい、こういう風に撮ったりとか撮っていくってことだね、もうほんとこうインターホン一つでもあーそうかそうかもうグッていくんじゃなくて、うん、もうちゃんと、なるほどね、はい、でこの玉も玉りっていうんですかね、うん、これも伸ばしとかないとか言って、うんうんうん、段差がついちゃうんで、あそういうことだよね、はい、どうしてもローラーが追いついてこないと、うんうん、あの時間経つじゃないですか、そういうことだね、乾いちゃうんで、うん、そういうことね、はい、はあ、こういうところはやっぱりプロの仕事になりますよってことでいいですか、はい、手間ですね本当に、うん、っていう感じで、そうですね、もう今日ちょっと真面目な動画なんだね、そうです、カメラマンさんでちょっと俺も声を大きく上げたらなと思ってなかなかカメラマンさんが天の声入れるように張り切って喋ったんですけど、まさかのね最高の天の声が俺のつまらん毛先を送るんですよ、送るんだよ、はい、言ってで押すと毛先が出るんで出てくるもんで、はい、あ本当にカタツムリみたいなね、本当そんな感じだねちょっと違いましたこれカットとかですか使いどころですよ払ってもらいましたねちょっと面白いしたけど、でもそのおかげで今回使われるかもしれないですね社長いろいろあるじゃないですか、いろいろあるじゃないですか社長、洗浄にかけたるぞ、いろいろ仕込んでるじゃないですか、なんか最近ちょっとねちょっと人気出てきてるもんで調子乗ったんですよ、ちょっとこのまま本当に人気出てちょっと社長人気出たんですよ、社長こうするぐらいとりあえずかっこいいとか入った時に、はいね、この目見て、この目見て、やめて、わかりやすいですね顔がもう超わかりやすいですか、ちょっと社長もういやらしい顔してますね、恥ずかしい、本当に恥ずかしい、かっこいいって来た見た見た、かっこいいって入ってないです、見た見た三角形。あ、本当にありがたい。まさかの飛行機ですね。まさかのいいところで。ヘリですか。ヘリですね。それぐらいだって手が仕様みたいな。ヘリすら、ヘリすら邪魔してきてる。まあ、そんな感じですね。はい、まあ、今日はじゃあちょっと真面目な動画に今なりましたけど、はい、また新メンバーを迎えて。やっていきますんで、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、せーの、まだ見てねー